はいどうも、こんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、こちら、はい、やっとこの60センチの水槽を立ち上げようかと思います。右の方にね、ちらっと見えてる水槽がですね、こちら普通の、エビ水槽というかシュリンプ水槽ですね。左がレガリア、右がサラサタイガーというエビなんですけども、かなりサラサタイガー増えてます。レガリアの方がですね、ちょっとなんか調子が悪いというか、あまり増えないですね。右の方がめっちゃ増えてるの分かるよね。まあぼちぼち増えてます。最近まあ近況報告的なのはなかったと思うんですけど、まあぼちぼちね、大きくなって結構増えてるかなっていう印象ですけども、ちょっとレガリアの方はですね、増えてないかな。はい、ということで今日はね、こちらの60センチの水槽を立ち上げていこうかと思います。で、使用する水槽なんですけども、アクロですね、クロスカットスーパークリアの、60センチですね。普通の、60センチ ×30センチ×、高さが36センチと、標準タイプの、水槽でございます。今日ね、これをどこまでちょっと立ち上げれるかわかんないんですけども、ちょっとポンプを回すとこまでちょっと行かないかもしれない、ちょっとずつやっていこうかなと。コメントでもね、いつ立ち上げるんですかと。そもそも購入したのはですね、これヤフーショッピングの日なので11月11日だったかな。ではもう買って2ヶ月半は経っちゃうんですよ。年も明けちゃったし、水草もある程度買ってるんで、とりあえずもう下の部分、ある程度とりあえず水草とか配置までなんとか終わらせたいなと。せめて前ね、前傾の水草ぐらいは植えておきたいなということで、ちょっとね、今から立ち上げていこうと思います。はい、というわけで水槽をね、設置しました。これね、水槽台はもう以前買ってあったやつね、これと一緒に使ってあったジェックスの、水槽台をすでに設置してあったので、その上にただカバーとかかぶせて乗っけただけの状態です。で、一応下に何だかな、衝撃吸収マットみたいなやつがこれついてたんで、それも敷いてます。はい、で、こっからですよね、どうやるかというのがちょっとね、まあいろいろ考えてはいるんですけども、こんな感じでダンボール、何これこれね、もう相当前からこれ買ってるんですよ。去年の多分どんぐらいだろう、9月ぐらいには買ってあったんですよね。で、プラス追加でもちょっと買ってあったりするんで、今回ちょっとやりたいのはちょっと緑の水槽、緑が多い、緑の絨毯のって感じで、ちょっとこんな感じ、これわかるかな、溶岩石でございます。ちょっとボロボロ落ちてるけど、溶岩石をちょっとメインで使おうかなと思って、溶岩石と、あとこれも溶岩石ですね。これ追加でまた買った分です。これ大きいね。こう親石に使おうかなとか、ちょっとその辺を考えてます。これはなんだ、なんか穴の開いた溶岩石。だからちょっと使ってる、ちょっと中古っぽいのがあったの。はい。これは新品なんですよ。このプチプチの部分が後から買って、まあ、林中古で使ってました的なやつだったと思う。もう相当前なんで、買ったのが。ほんとね、去年の9月10月ぐらいとかじゃなかったかな。その時から2つ目やろうと思ってたんで買ってあったんですよ。もうソイルももちろんこちらアマゾニア、こちらはね、使いたいと思います。これ半分ぐらいかな、あれに使ったんですよね、こっちのレガリアの水槽に。で、これしかももう一袋買ってるんで、この 9リットルかな、9リットルもう一袋買ってるんで、まあ、足りないってことはないと思うんですけど、こちらを設置していこうと思います。あとですね、このもう一箱あるんですよ。はい、これが先日チャームで なんていうのこれこれを10キロで、これいくらだったかな、2000円あったんですよ。他の小物も頼んだんで送料無料だったんですけど、2000円頼んで、結構入ってます。10キロなんで、まあでもどっちかっていうとちょっとこう下に敷く石的な感じかな。だから、まあ、ちょっとこれで下に敷いてちょっと高さを上げてったりしようかなとかいった感じで、水槽をね、立ち上げていこうかなと思います。まずですね、下にまず緑のね、絨毯にしたいっていうのもあるんで、この辺もちょっと、入れていこうかなと思います。
まあ、栄養系はこう、まあ、いろいろあるんですよね。入れた方がいいのか入れない方がいいのか調べてるとどっちでもありみたいな難しいところです。もう個人の判断みたいな感じなんで、とりあえずこの2つを均等に巻いて、だからまあこっちで完全適量じゃなくてちょっと少なめ、これも適量でちょっと少なめで、これは固形になってるからなんか崩してバラバラっと入れるのも全然ありだと書いてありましたんで、この辺をね、入れながら設置していこうかと思います。はい、今ね上から見るとこんな感じでございます。普通にソイルをうっすらねうっすら引いて、その上からこれこのね栄養を今2つ入れたとこでございます。まあ、大体ほぼ適量かなっていうぐらいかな、よりちょい少ないかもしれないっていう感じです。こっちは、適量と1杯半だけど1杯、こっちは、4つだけど4つ入れた、こっちは適量 かこっちはちょっと少なめといった感じでございます。はい、ということでちょっとこれにバクテリア入れたらどうなんかな。こちらのちょっとね OO というメーカーというのが、こちらのちょっとね微生物の元というバクテリアになるのかな、わかんないけど、ちょっとこれをちょっと入れて、上からソイルをかぶせて、ちょっと設置いろいろ設置していきたいと思います。というわけで、まあ、一般的な、ソイルをこう上にね斜めにして、これから見たら分かると思うんですけど、結構斜めにして、まあ、準備ができたかなといった感じでございます。はい、ここから、まあ、石を入れていくわけですけども、まあ、こっからが長くて難しいところかなと思います。はい、石をねちょっとずつなんかこうごちゃごちゃしながら設置していきたいと思います。ちょっとあれからねもうすでに次の日になっております。まあちょっとね岩をね石をねこうやっていろいろこう乗っけて重ねてとか、まあちょっといろいろしてみたんですけども、うん、まあとりあえずこれがまあ一つの候補ねかなっていう感じです。というのはまだ流木もあるんですよね。はい、こんな感じで流木もあるんですよ。これが3本ありまして、でこれもね1ヶ月以上水につけて今日あげたばっかりなんで、まあ全然余裕で沈むんですけど、これをやっぱ入れたいなというのもあります。でこれをね組むだけでもう2時間ぐらいかな、ああじゃないこうじゃないそうじゃないとか、手前はこの背の低い、パーパールグラスかを入れようかなと、で奥の方はロタラとか、まあちょっと長めのは入れようかなとかっていう感じで、でまあこれだと正直こう石が低いんで重ねてるじゃないですか。だからこうソイルをもっと入れるのか、ソイルまあ一応まだあるんだけど、この辺ね2段重ねてる分まで入れるとちょっともしかしたら足りなくなるっていう可能性もあるんで、ちょっと流木でまたちょっと違う全然違うアレンジしようかなと。とりあえずこれはこれで一つのね作品、頑張って作ったよね。言ってもやっぱ背低いんでこの石が一個一個がね、まあなんとか重ねて作ったと。でとりあえず次はねちょっと流木を入れながら第二候補を作っていこうかなと思います。はい、というわけで、まあ、ある程度のレイアウトがね完成したかなと思います。照明をちょっとガーッと近づけるとこういう感じでございますね。まあまあいいんじゃないでしょうかと、いった感じね。ちょっとねソイルを右の方と、左の方を少しこう持ってます。で手前を平らにしてちょっと右と左だけを持って、で、まあ、これで一応レイアウト完成かなと。まあ、流木は1回ねこう入れて外してとか、こう3本流木は3本入れてます。3本入れて外したり入れたりとか入れ替えたりっていうのが、2時間ぐらい続きました。で右の方にねガチャって入れるとすでに石があるからやっぱごちゃごちゃしちゃう。どっちかというと左の方が空間があるんで左の方にこう、流木を入れたって感じですね。だから左に2本と右に1本、入れてます。
だから左の流木はちょっとね、これもう一個パターンがあって、これがもう一つのパターンですね。一本の一番左の流木がちょっと分かりづらいと思うんですけど、一番左の流木をちょっと、ちょっと場所を変えたといった感じでこうなるんですよ。だからこうなると上がね一本ちょっと出ちゃうんですよね。まあ別にさ、一番奥がちょっと出るぐらいなんで、まあ悪くはないんだけども、ってちょっと今これ一番悩んでるところ、もうこれ最終判断ね、いろいろやってこれだけちょっと悩んでます。はい、はい、まあ、そんなところで今日はね、あと下の前傾っていうのかな、キューパーバールグラス、キューパーキューバーになるのかな、バールグラス、パーバールグラスを植えると、緑の絨毯にしたいんですよ。今の予定では今石を組んでるところから半分、要は水槽の奥行きの半分を、緑の絨毯にすると。で奥側を普通のまあロタラとかああいう系で有機層でやろうかなと思ってます。で、ちょっとね、この一気にもう水入れるんじゃなくて、なんていうの、水上波でちょっとしばらく育てようかなと、ちょっと根が張るぐらいまで。だから育ちやすいらしいんですよね。前一回ねメイン水槽でやって、なんかね枯れちゃったとか育たなかったんで、ちょっとこの根が張るまで1週間とか置いて、そっから後ろの有機草を植えていこうかなっていう感じにしようかなと思ってます。はい、ということで今日の作業の、まあ、最後はちょっと今はちょっと水をちょっと含ませて、でキューパーバールグラスを植えようかなと。草をこうやっていろいろ買ってるんですよ。もう何の水草か分かる人も多いかもしれないけど、パールグラスはあるかな、このこの緑のね、はい、こういう状態になってますけど、こちらを分解して植えるようにしたいと思います。はい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 、ということであらかた終わりました。まあ植えただけですけどね、水入ってません、入ってませんというか、まあこのスレスレに入ってるぐらいですね。で、手前にキューパーパールグラスを植えましたね、これ。で、ここにショートヘアグラスをちょっと植えてるといった感じです。まあ水上ね、一応まだこれ水上の葉っぱ、半中、水中ぐらいちょっとなってるかもしれないけど、まあ基本水上のはずなので、このままね1週間から10日置いとけば多分ある程度根付くとは思うんですけども、そしたらというか、まあ、それまでに、こちらの、ライトですね、ライト当てないと、まあ、水中だろうが水上だろうが、まあ、育たないので、こちらですね、トライアングル LED ブライトの600でございます。今からねこの上に設置しておいて、まあ水上派だけど一応育つようにね、しておきたいと思います。それではライトをね点灯してみたいと思います。いきます、3、2、1、5。おお、明るさのちょっと次元がちょっと違いますね。相当明るいよこれ。ルーメン数としては、どんぐらいだったかな、グローのカラーのいろいろ入ったやつね、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、これ見えてるかな、真っ白です、全部白なんですけどね。うん、これがカラーのやつ、だから青緑赤とかなんかいろいろ入ってるやつが、あれが3000ルーメン、こっちが4200だったかな、確かそれぐらいだったと思います。ただねまあメインが今グローで、こっちがブライトという真っ白なんだけど、明るすぎる、グローでも明るいなと思ってたけど、これは本当に明るいですね。まあ、これでね、しばらくは、まあ、1週間10日ぐらい、まあこちらのね、キューバーパールグラスがある程度根がねこう伸びて張ってきたかなって思ったら、後ろを
植えていって、水を入れようかと思います。なのでまあ1週間10日ぐらいはもうこのままですね。でライトを、他のと一緒の、まあ今どのぐらいかな、8時間10時間とかつけるんですけど、一緒のこれまだ直接今コンセントで挿してるんですけど、隣 のエビと一緒の、タイマーに入れて、作動させようかなと思っております。はい、まあ今日はそんな感じで、まあ、とりあえず、立ち上げの第一段階、まあ、そこまでね、まあ、いろいろ見ながらやっぱやってるんで、まあ、その極端におかしくはないと思うんですよ。自分もまあこれがいいな、ちょっといいなと思ってやってるんで、まあ、ちょっと気に入らない部分もありますよ。もっとやっぱ石がでかいのがいいとかあるんですけど、石はでかいほどに高いんでね、うん、これ1個だけでも、ね、もっと大きいのがあればね、親石でドーンとやれたりとかできるかもしれないですけども、まあとりあえずですね、この水槽はこんな感じでいこうかと思います。まあもう他のね水槽があって急ぎではないんで、まあぼちぼちとこの水槽は、ゆっくり立ち上げていこうと思います。はい、ということで今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。